それじゃあカウント始めんぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴるようにスムーズだ。スイコンですいません。ガリガリに攻めているわけでもない。スイコンを受けているのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキすいません。初めて一人乗務した時みたいな高揚感、五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでも全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらず、相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だ。旧五千系だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだ。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ガンキラーって聞いてた。こんなもんなのか。期待して過ごしたなんかつまんない。早速無事に終わらせる。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなだたらめなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、めちゃくちゃだけど早い。おい、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっぽいの走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えるわ。だったったー、あの線の前に出てるぜ。行けよ、ダメかー。大きいの底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。このまま逃げ切ってくれ。ジョコ、ノブヒコがプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ、ダーリン。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションだ。個性の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのか。わかんねえよそんなの、藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。東横線は全長25キロと比較的短い路線だ。
先に仕掛けて逃げ切った方が有利なら間違いないが、後半の戦況は藤原なら十分チャンスはある。ケースから言うと俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。まさか。するのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が有利だ。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なく滑りやすいので、ある程度の重量があると粘着力が強く、ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を押し切れず粘着力が不足する。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車からの弱点。つまり東急五線系は上り勾配の突っ込みに弱いってことだ。無女子のアドバイスもそういうことだったんだ。あるはず。何だ。チャンスは薄楽、ここしかない。願い事を叶えてあげる。違うな。自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
だった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9戦に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2戦に勝つ方法は一つしかない。